井上香織、井上香織、井上香織、天保六年十一月二十八日、千八百三十六年一月十六日、大正四年、千九百十五年九月一日は、日本の武士、長州藩士、政治家、実業家。本生は源氏。生は源氏の一家系、河内源氏の流れを組む、秋国人毛利氏家臣、井上氏の出身で、先祖は、 毛利元成の宿老である、井上治財。首相、桂太郎は隕石。同時代の政治家、井上武氏や軍人、井上吉川同姓だが、血縁関係はない。幼名は雄吉、通称は、長州藩主、毛利高地下から排除した文太。忌み川これきよ。大乗官政時代に、外務卿参議など、黒田内閣で、農商務大臣を務め。 第二次、伊藤内閣では、内務大臣など、養殖を歴任した。英典は、十一位大君位公爵、元老。長州藩士、井上光之、五郎三郎、大組、百国と、房子、井上光重の娘の次男として、須王国吉時期、群湯田村、現山口湯田温泉に生まれる。開栄四年、1851年に、兄の井上公園。 五郎三郎と共に、藩公名義院館に入学した。なお、吉田松陰が主催する、松下村塾には入学していない。安政2年、1855年に、長州藩士支持し、第1組250国の養子士となる。両家とも、毛利元成以前から、毛利氏に仕えた名門の流れを組んでおり、身分の低い出身が多い幕末の市市の中では、 比較的毛並みの良い中級武士であった。同年10月、藩主、毛利高ー高近の江戸参勤に従い下校、江戸で伊藤博文と出会い、岩屋玄造や江川英流、斉藤役郎に指示して、乱学を学んだ。万栄元年、1860年、桜田門外の変の余波で、長州藩も警護を固める必要に迫られたため、高近の故障に加えられて、 通称の分太を与えられ、同年に、高地下に従い帰国、高地下の西洋軍事訓練にも加わり、文久2年、1862年に高地下の養子師、毛利貞宏、後の玄徳の故障役等を務め、江戸へ再下校した。江戸遊学中の文久2年、1862年8月に、藩の命令で、横浜のジャーリンマセソン商会から西洋船、忍術丸を購入したが、 次第に没効した、尊王上位運動に共鳴、同年11月に上位計画が漏れて、サダヒロの命令で数日間禁止した。にもかかわらずお立組の一員として、高杉晋作役坂玄髄、伊藤浦と共に12月のイギリス公使館野球地に参加するなどの過激な行動を実践する。翌文久三年、1863年、失勢。 須ふ正之助を通じて、陽光藩に嘆願、伊藤、山尾陽造、井上勝、遠藤金助と共に、長州五傑の一人として、イギリスへ密航するが、留学中に、国力の違いを目の当たりにして、開国論に転じ、翌元治元年、1864年の下関戦争では、伊藤と共に急遽帰国して、和平交渉に尽力した。 第一次長州性伐では、不備教順を主張したために9月25日に、俗論党、無くなし党だを参照に襲われ、袖海峡の変、瀕死の重傷を負った。ただ、刑ーの中西君美からもらった鏡を懐に、しまっていたため、急傷を守ることができ、美濃の浪人で、敵塾出身の医師のところく太郎の、約50針に及ぶ方合手術を受けて、一命を取り留めた。 この時あまりの重症に文太は兄、公園に解釈を頼んだが、母親が血だらけの文太を書き書き兄に対して解釈を思いとどまらせた。この時のエピソードは後に、第五期国定国語教科書に母の力と題して紹介されている。また、寝込んでいた時に伊藤が見舞いに訪れ、危険だから早く離れろと忠告しても伊藤がなかなか承諾しなかったエピソードも後に、 伊藤が語っている。体調は回復したが、俗論党の命令で、謹慎処分とされ、身動きが取れなかったが、高杉晋作らと協調して12月に、長府高山寺で決起、高山寺拒兵、再び反論を、開国上位に統一した。しかし、慶応元年、1865年4月、長州藩の市藩長府藩の領土だった下関を、外国に向けて開港しようと、 高杉、伊藤と結託、領地交換で、長州藩領にしようと図ったことが、上位老子に非難され、身の危険を感じ当時天領であった別府に逃れ、若松や旅館の離れの二階に身分を隠して潜伏、別府温泉の古東くすのき温泉にて、しばらく療養した。5月に、伊藤からの手紙で、長州藩へ戻り、7月から8月にかけて、長崎で外国商人。 トーマス・ブレイク・グラバーから重機を購入。翌慶応2年、1866年1月に、坂本龍馬の仲介で、長州藩と薩摩藩が同盟、薩長同盟、同年6月から8月までの第二次長州征伐で、関州口で戦い、江戸幕府軍に勝利した。9月2日、広沢佐根と共に、幕府の代表、勝海州と休戦協定を結んでいる。 慶応三年、1八六七年の王政復古後は新政府から三与県外国事務係に任じられ九州沈部、総督、沢信義の参謀となり、長崎へ赴任。浦上四番崩れに関わった後、翌明治元年、1八六八年六月に、長崎府判事に就任し、長崎製鉄所雇用係となり、銃の製作事業や、 鉄橋建設事業に従事した。明治2年6月に政府の意向で大阪へ赴任、7月に造兵局地へ移動となり、8月に造兵頭と改名、明治2年から3年、1869年から1870年にかけて発生した長州の騎兵隊脱退騒動を鎮圧した。この間、明治2年11月に死去した兄の家督を継承、おいで、 兄の次男勝之助を養子に引き取り、明治三年八月に大隈重信の仲介で、新田利沈の娘武子と結婚している。明治維新後は、木戸高義の引き立てで大蔵省に入り、伊藤と行動を共にし、主に財政に力を入れた。明治四年、1871年7月に、廃藩地県の秘密会議に出席。 同月に副大臣総統職の大倉大輔に、昇進、大倉卿、大久保利道が、木戸や伊藤らと岩倉施設団に加わり外遊中は、留守政府を預かり、事実上大倉省の長官として、根気おもりと呼ばれるほどの権勢を振るう。しかし、大倉省は、民部省と合併してできた巨大省庁だったため、財政だけでなく、地方官僚を通して、 地方行政にも介入できるため、元幕臣中の青議事一の山口県三次東洋など予算問題で改革にかかる多額の予算を要求する各省と衝突しただけでなく、学生反譜を掲げる文部教、大北加藤や地方の裁判所設置と司法権の独立を目指す司法教、江藤新平との対立も発生した。また、行政府の委員は各省の長官が 構成院であり、前述の関係状態立、機能不全は避けられず、立法府のサインと最高機関である生院も、調整力が疑問視されていた。こうした事態を憂いた井上は、大久保の要望に反対だったが、西郷隆盛が大久保の代理となることで納得した。しかし、出力処分による武士への補填として、吉田清成に命じたアメリカからの外債募集はうまく、いかず、 明治四年九月に大久保と共に県議した田畑、永代売買禁止令、基礎改正もまだ実現しておらず財政は、急防していた。緊縮財政の方針と予算制度確立を図ったが、文部省が、学生半部、司法省が、司法改革などで、高い定額を要求すると拒絶して、予算を削ったことが、江藤らの怒りを買い、明治六年、1873年、江藤らに、 予算問題やオッサ、沢道山を職食事件を追求され5月に辞職した。その後9月に、施設団が帰国、政官論をめぐる清掃や10月の明治6年政変で、西郷、江藤、板垣大輔らがけや、大倉省の権限分譲案として内務省が創設される、翌明治7年、1874年に、江藤が佐賀の乱を起こして廃止するなど変遷があったが、 すでにゲイアしていた井上にはそれらに関わりがなかった。正解から引いた後、一時は三井組を背景に先、治む会社、三井物産の前身を設立するなどして、実業界にあったが、伊藤の強い要請の下復帰し、辞任していた木戸と板垣の説得にあたり、伊藤に説得された大久保との間を終戦資料者の会見にこぎつけ、明治八年、 1875年の大阪会議を実現させた。同年に発生した高下党事件の処理として、翌明治九年、1876年に、政治の黒田清高と共に福祉として都会、朝鮮の交渉にあたり2月に日朝修行状況を締結した。6月に、欧米経済を学ぶ目的で、妻竹子と養女橋市、草加吉浦と共に、アメリカへ渡り、 イギリス、ドイツ、フランスなどを外遊、中見川彦次郎、青木修造などと交流を結んだが、旅行中に、木戸の死、西南戦争の勃発や大久保の暗殺などで、日本が正常不安になっていることを伊藤から伝えられ、明治11年、1878年6月に、イギリスを立ち7月に帰国した。大久保暗殺後に、伊藤が政権の主犯となると、同月に、 伊藤により、参議院公部教に就任、翌12年、1879年に、外務教へ転任、明治14年、1881年に、大隈重信と伊藤が、国家構想をめぐり対立したときは、伊藤と協力して、大隈を、政界から追放した、明治14年の政変。この後も、朝鮮との外交に対処、翌明治15年。 1882年で神後事変が起こると、朝鮮と住物、裏条約を締結して、戦争を回避、また条約改正の観点から、大火政策を推進して、六名間と帝国ホテル建設に尽力した。同年、海運業独占の三菱財閥系列の郵便機船、三菱会社に対抗して三井など諸企業を結集させ、共同運輸会社を設立したが、 後に両者は僕、合併させ日本優先を誕生させた。明治17年、1884年12月の、方針事変で、朝鮮創始国の清志が介入すると都会、翌18年、1885年1月に、朝鮮と半寸条約を締結して、危機を脱した、4月に、伊藤が新と天津条約を締結。また、 明治16年、1883年に、六名館を建設して、諸外国と不平等条約改正交渉にあたり、明治17年の家族例で伯爵に助釈された。同年に、傍聴教育会や傍聴新聞の創設、三井物産相談役のロバート・ W ・アーウィンを、通したハワイの官役国民、明治14年に日本を訪問した国王から買うと約束していたにも、 尽力している。明治18年、1885年、伊藤が内閣総理大臣に就任して第一次、伊藤内閣が誕生すると、外務協に代わるポストとして、初代外務大臣に就任。引き続き条約改正に専念した。ところが、明治20年、1887年に、改正案が広まると、裁判に外国人判事を任用するなどの内容に、 反対運動が巻き起こり、井上岳氏、谷田敵などの閣僚も反対に回り、分裂の危機を招いたため、7月に改正交渉延期を発表、9月に外務大臣を辞めざるを得なかった。このほか、山陽鉄道社長に中見川彦次郎を据えて、鉄道建設を進めたり、パリやベルリンに劣らぬ首都を建設しようと、官庁集中計画を進めていたが、 条約改正と同じく辞任に伴い頓挫した。その際に、井上の秘書として活躍したアレクサンダー・フォン・シーボルトは、君一党、兄アレキサンダーと共に交渉に関わったハインリヒ・フォン・シーボルトには、君三党が後に与えられた。両名は、医師フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトの長男と次男である。明治二十一年、1888年に、 伊藤が大日本帝国憲法を作成するため、辞任、黒田清隆が次の首相になると、黒田内閣で、農商務大臣に復帰したが、かねてより政府よりの政党を作るべく企画した自治党計画が、翌22年、1889年2月の黒田の、朝前内閣発言や、周囲の反対で挫折、外務大臣に就任した、大熊の条約改正案に不満を抱き、 5月末から病気を理由に閣議を欠席して引きこもり、10月に黒田内閣が当閣に陥ると辞任した。12月、悪酔い,いした黒田がある中の自宅に押し入り、暴言を吐く事件が発生、黒田に抗議している。それからしばらくは内閣に入らなかったが、明治25年、1892年8月8日に、伊藤が再度内閣を組織、第二次。 伊藤内閣すると内務大臣に就任11月27日に伊藤が交通事故で重傷を負うと翌26年1893年2月6日まで2ヶ月余り総理臨時代理を務めた明治27年1894年7月に日清戦争が勃発戦時中の10月15日に内務大臣を辞任 朝鮮公使に転任して、ムツムネミツと共に、戦時中は伊藤を支え翌く明治28年、1895年8月の終戦まで公使を務めた。朝鮮では、近公衆内閣を成立させ改革に着手したが、三国干渉による、ロシアの朝鮮進出と朝鮮の進度派対等、ロシアとことを構えたくない日本政府の意向で成果を上げられないまま帰国した。 公認の朝鮮公使、三浦五郎が10月に、新郎派の便秘を暗殺する事件を起こし解任されると、木の都羊事変、特派大使に任命され次の公使、小村寿太郎の助け役として、サ都会、11月に帰国した後は、静岡県沖津町、現、静岡市清水区の別荘、長者荘へ引きこもり、明治29年、1896年の、 伊藤辞任まで目立っったた。活動は見られなかった明治31年、1898年1月の第3次伊藤内閣成立に伴い大倉大臣となったが、半年で当格になったため成果はない。また、明治33年、1900年の第4次伊藤内閣で大倉大臣再任が検討されたが、渡辺国武,武が大倉大臣を望み、 伊藤がやむを得ず承諾したため話は流れた。明治三十四年、1901年の第四次伊藤内閣の崩壊後、大名効果を受けて組閣作業に入ったが、大倉大臣に大倉昭時代からの右腕だった渋沢栄一を押したところ断られ、渋沢抜きでは政権運営に自信が持てないと判断した井上は大名を廃止するに至った。 祖格断念の理由について、歴史家の村瀬真一は渋沢をはじめとする財界が、政治との関わり合いを嫌ったこと、同じ長州派の伊藤と山形有友が憲法、軍事で成果を上げ、それぞれ立憲政友会、官僚集団といった基盤を備えていたことに対し、外交、財政いずれも功績を残せず、政党と官僚罰ともつながりがなく、 在界以外に基盤がない点から内閣を諦めたと推測している。対面廃止した後は後輩の桂太郎を首相に推薦、第一次桂内閣を成立させた。桂政権では日露戦争直前まで戦争反対を唱え、明治三十六年1903年に残刊状を送られる危険な立場に置かれたが、翌三十七年1904年に 日露戦争が勃発すると、戦費調達に奔走して、国債を集め、足りない分は外債を募集。日本銀行副総裁、高橋小暦を通して、ユダヤ人投資家のジェイコブ主婦から外債を獲得した。明治40年、1907年、公爵に昇尺。明治41年、1908年3月に、 三井物産が建設した福岡県三池港の同水式に出席した時に尿毒症にかかり、9月に渋滞に陥ったが11月に回復。明治42年、1909年の伊藤の暗殺後は、西園寺金持や松方正義などと共に、元老として政官財界に絶大な影響力を持った。明治44年、1911年5月10日。 維新資料編3回総裁に任命された。明治45年、大正元年、1912年の侵害革命で、革命側を、三井物産を通して、財政援助、大正2年、1913年に、脳一血に倒れてからは左手に麻痺が残り、外出は、車椅子の移動となる。大正3年、1914年の元老会議では、大熊を推薦、第二次、 大熊内閣を誕生させたが、大正4年、1915年7月に、長者層で体調が悪化、9月1日に79歳で死去した。葬儀は、日比谷公園で行われ、遺体は、東京都港区西麻布の長谷寺と山口県、山口市のホラハルテラに埋葬された。戒名は、予外院連無号長前大孤児。生前から、 井上の生涯を記録する動きがあり、三井物産社長の増田港と井上の養子氏、勝之助が編纂して、大正十年、1921年9月1日に財政面を主に書いた、与外工事歴新財政団が、上、中、下の三冊で刊行された。昭和2年、1926年に勝之助の提案で、井上の評伝を作ることが決められ、 昭和8年、1933年から翌9年、1934年にかけて、前後館が刊行された。また、これとは別に、伊藤知優が明治41年に、井上の会期祝いとして、氷伝、明治玄君、井上公実伝を、大正元年に、決起時代の井上公を出版している。維新後については、制度を作りながら諸施策を進めていくといった。 行政の舵取りが必要であったが、明治初期に住職についた者の,の中で理財の才能を持った者は、井上がその筆頭に挙げられ、財政の立て直しに大変な努力をしている。一度は官を辞職したが、長州系列の人物と革命の元君としての意向で、同藩出身の山形有友と共に、過去の汚職にもかかわらず絶大な存在感を示した。 外務大臣としての十字期間は長く、その間、条約改正に献身的な努力を注いでいた。その成果は次の大隈重信、青木修造、武つ宗光らに至って現れてきていると考えられる。外交はその国民の代表との長い信頼関係の構築の結果として醸成されてくるものであるから、国内での影響力と同じ尺度で評価することは適切ではない。井上は、 維新政府の財政面から国家運営を見ていたために諸外国との戦争は極力避けたいと願っていたことが伺い知れる。実業界の発展にも力を尽くし、防災企業、鉄道事業などを起こして、植産工業に努めた。日本郵船、藤田組、小野田製麺と筑豊模産や、特に三井財閥においては最高顧問になるほど密接な関係を持った。 これを心よく思わなかった、西郷隆盛は、岩倉施設団出発前夜の明治4年11月11日、送別会の席で、井上のことを、三井の番頭さんとひにっている、佐々木隆之の日記より、おさ、沢道山事件に代表されるように実際に、三井や長州系列の政書と密接に関わり、賄賂と利権で私服を肥やし、 散在するという行為が当時から世間において批判され、鈍感折りのゴンゲとされていた。井上は、三井財閥、藤田組などを通して第一国立銀行設立、三井物産創業、三池炭鉱事業の開始、台湾銀行、台湾製陶会社の設立、小島湾干拓事業、同海湾拡張事業などを手掛け、石炭輸出による外貨獲得、 日本の近代化を推し進めた。また、各財閥に家権を制定して、同族間の結束を固めることを強調。藤田家権は、明治9年、三井家権は、明治33年、海島家権は明治42年にそれぞれ制定。井上の尽力で三谷は、日本経済を支える財閥に発展した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。